皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は足立区佐古台西町にございますグレイス奈良山という 2LDK の賃貸アパートにやってまいりました。まずはこのリビングスペース、とても広々としておりますので、物の配置もとてもしやすいお部屋となっております。この物件はとても設備が豊富となっておりまして、まずはこのようにエアコンが1台最初から設置されておりますので、ご準備の心配はございません。お部屋は南向きのお部屋ということで、明るい日差しが入ってきます。このようにですね、窓を開けていただくと、広々としたバルコニースペースがございますので、お洗濯物やお布団などもしっかりと干していただけます。また、このようにですね、二重サッシとなっておりますので、冬は結露などが起きにくい、そういった窓ガラスが採用されております。リビングスペースのすぐ隣には洋室がございますので、こちら寝室としてもご利用いただけます。奥にもですね、広々とした収納スペースがございますので、衣類などしっかりと収納していただけます。また、天井にはですね、このように照明機材も最初から設置されておりますので、ご準備の心配はございません。そして、モニター付きのインターホンもございますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかります。先に進んでいただきますと、こちら扉がございまして、こちらを開けますと水回りとなっております。まずはお風呂から。お風呂はですね、とても広々としたお風呂となっておりまして、天井には浴室乾燥機もございます。そして、人気のシャンプードレッサーや室内洗濯機置き場もございます。そしてキッチンスペースです。キッチンはこのようにおしゃれなカウンターキッチンがございます。シンク、調理スペースもしっかりと確保されておりますし、上と下にも収納スペースがございます。キッチンスペースのすぐそばにはこのようにリモコン給湯もございますので、ここでお湯の設定温度なども変更していただけます。またこのように収納スペースがございますので、調味料などの収納にも困りません。そして奥に進んでいただきますと、もう一つの洋室がございます。このように大きな窓もございますので、明るい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。収納スペースもこのようにしっかりとございますので、ご安心ください。ただお部屋はですね、このようにスライド式のドアがございますので、こちらを閉めていただいて独立したお部屋としても使っていただけますし、このように全て開けていただきまして、続き間としても使っていただけるので、とても使いやすいお部屋となっております。そしてこのお部屋は3階のお部屋となっておりまして、このように階段スペースがございます。階段を降りていただきますと1階に玄関スペースがございます。そしてお手洗いもこのようにしっかりとございますので、ご安心くださいね。いかがでしたか？これだけ使い勝手のいい 2LDK の賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。